はい、どうもゆうすけです。今回の動画は8月14日と8月15日に行われる EV のコミュニティデーについてのお話をしていきたいと思います。 EV なのですが、進化先があまりにも多すぎて、当日一体何をしたらいいのか、どのように進化させたらいいのか、よく分かっていない、いまいち分かっていないという方多いんじゃないのかなと思います。そういった特に初中級者向けの解説を今回は行っていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。まず EV の進化先のポケモンの中で今一番活躍しているのがブラッキーになります。個人的にも今回一番重要なのがブラッキーと考えておりますので、ですのでまずブラッキーの説明からしていきたいと思います。ブラッキーは主にスーパーリーグとハイパーリーグ PVP で非常に活躍するポケモンです。すでにスーパーリーグやハイパーリーグでブラッキーを使っている、使ったことがあるという方多いのではないかと思います。今回ブラッキーが覚える特別な技はエスパータイプの技、サイコキネスになります。このサイコキネスは主に格闘タイプへの役割破壊の技として使うことになると思われます。役割破壊というのは、例えばブラッキーの場合は悪タイプになるので格闘タイプが弱点となります。しかし格闘タイプのポケモンが来た場合でもサイコキネス、エスパー技を持っていることで、エスパー技は格闘技に対して効果抜群が取れます。本来格闘タイプは悪タイプに強いはずです。しかしその悪タイプのポケモンが格闘タイプ、本来弱い格闘タイプに対して弱いはずなのに、その格闘タイプに対して強い技を打てる、つまり役割が逆転しますよね。本来弱いはずである相手に対して強く出れる、これを役割破壊とポケモン界では呼んでいます。他のポケモンの例で言うと、マリルリの冷凍ビーム、マリルリは草タイプに弱いポケモンですが、冷凍ビームを覚えることで冷凍ビームが草タイプ、氷タイプの技なので草タイプに効果抜群を取れるという構図になります。あとはラグラージのヘドロウェーブ、ラグラージは草タイプに非常に弱いのですが、しかしヘドロウェーブ毒タイプの技を持っていることによって草タイプに効果抜群を取ることができます。あとは爆風やキューコンやハレポアルンといった炎タイプの技が覚えるソーラービームです。炎タイプなので水タイプ、岩タイプ、地面タイプに弱いのですが、ただソーラービームが水、地面、岩に対して効果抜群を取ることができます。もしそれらのポケモンと対面してしまったとしても、ソーラービームが通れば一発逆転の可能性があります。本来タイプ相性的に負けるはずである相手に対して一発逆転のチャンス、技を打つことができる、この技を役割破壊の技と言いますので、皆さんこれを機にぜひ覚えておきましょう。今回のブラッキーの場合は格闘タイプのポケモン、まあ主にカイリキーに追われることが非常にブラッキーは多いはずです。その天敵カイリキーと対面してしまった場合でも、今回覚える特別な技サイコキネスを打つことでカイリキーに対してダメージを与えることができます。またカイリキー側としてはサイコキネスを打たれるかもしれないという可能性から、シールドを貼ってくれる可能性がありますので、ですのでシールドを剥がすという役割も持ってくれます。なのでこのブラッキーのサイコキネスという技、非常に有効な技になります。ですのでスーパーリーグ用のサイコキネスを覚えたブラッキー、そしてハイパーリーグ用のサイコキネスを覚えたブラッキー、必ず今回のイベントでコミュニティデーで進化させるようにしましょう。ですが従来のブラッキーの技構成、バークアウト、イカ様、とっておき、この構成の形を使われている方が大半だと思うのですが、このいわゆるとっておき型のブラッキーも引き続き必要となります。例えば先ほどはカイリキーに追われた場合、カイリキーと対面してしまった場合の話を説明いたしましたが、しかしブラッキーに対して追える格闘型のポケモンは他にもたくさんいます。特にとっておきが必要となる相手としては
タチフサグマとズルズキン、この2匹が挙げられると思います。タチフサグマもズルズキンもアクタイプが入っているポケモンとなりますので、ですのでサイコキネシス全然ダメージが入りません。よってタチフサグマとズルズキンと対面してしまった場合、その2匹に追われてしまった場合にはサイコキネシス型のブラッキーよりもとっておき型のブラッキーの方が有効ということになります。なのでサイコキネシス型のブラッキーがいい場面ととっておき型のブラッキーがいい場面がそれぞれあります。よって自分のパーティーのブラッキーの役割や、それからそのリーグ、参戦するリーグの環境によってとっておき型のブラッキーとサイコキネシス型のブラッキーを今後は使い分けていく必要があります。なので今ある手持ちのとっておきを覚えたスーパーリーグ用とハイパーリーグ用のブラッキーはそのままで、すごい技マシンなどを使って技は変えずにそのままでいいのではないかと思います。そして今回新たにスーパーリーグ用のサイコキネシス型のブラッキーとハイパーリーグ用のサイコキネシス型のブラッキーを用意するということでいいのではないかと個人的には考えております。ちなみに一部の方からはとっておきとサイコキネシスどちらも搭載したブラッキーはどうなのかということを聞かれたのですが、個人的には絶対なしだと思います。なぜならとっておきとサイコキネシス型のブラッキー、つまりアクタイプの技を覚えていないブラッキーだと、本来アクタイプの技が強いはずであるエスパータイプに対して勝てなくなるからです。エスパータイプ、まあ特によくハイパーリーグで対峙するのがクレセリアになると思うんですが、クレセリアに対してとっておきとサイコキネシスでは絶対勝てません。なのでアクタイプの技プラスとっておき型のブラッキーと、アクタイプの技プラスサイコキネシス型のブラッキーが必要という構図になります。ブラッキーはハイパーリーグで使用する際にはアメ XL の使用が必須となります。ブラッキーの場合は最大上限まで強化してハイパーリーグ用の最適な CP となるため、つまりフルムキムキが必要となります。必要なアメ XL の数は296個となります。なので2日ある EV のコミュニティデーでしっかりアメ XL 稼ぐようにしていきましょう。もし今手持ちにハイパーリーグ用のブラッキーまだ強化していないという場合でしたら、とっておき型のブラッキーとサイコキネシス型のブラッキー、今回のコミュニティデーでどちらも必要なアメ XL を貯める必要が出てきます。なので現時点でハイパーリーグ用のブラッキー、つまりハイパーリーグ用のとっておき型のブラッキーをまだ持っていないという方はアメ XL 最大で592個、つまりフルムキムキ強化分2匹分アメ XL が必要となりますので、しっかりアメ XL 稼ぐようにしてください。ちなみにとっておきを新たに覚えさせたいという場合は、今回のコミュニティデーでは進化させてもとっておきではなくサイコキネスを覚えという形になります。そしてこのとっておきという技が以前の EV のコミュニティデーでの特別な技となっておりますので、ですのでとっておきを新たに覚えさせる場合にはすごい技マシンスペシャルが必要だということを頭に入れておいてください。個人的にブラッキーの次に重要になるんじゃないのかなと思う EV の進化先はニンフィアになります。ニンフィアはフェアリータイプのポケモンで、技1に甘えるを覚えます。この甘えるという技 PVP で非常に活躍する技となっております。ですのでニンフィアに関しては主にハイパーリーグとマスターリーグ用の個体を今回進化させておくことをお勧めしたいと思います。今回ニンフィアの特別な技がサイコショックということなのですが、まあ普通にサイコショック搭載させてしまっていいと個人的には思います。ニンフィアはフェアリータイプなので毒タイプに弱いのですが、ただこのサイコショックエスパー技ですので、ですのでこれも毒タイプ、ニンフィアが本来苦手としているはずの毒タイプに対する役割破壊の技になります。特にマスターリーグの環境で甘えるを覚えるポケモンは現状突撃数ぐらいになると思うので、ですのでマスターリーグでは貴重な甘える枠となります。なのでマスターリーグ用のニンフィアは持っておくといいかもしれません。マスターリーグで
あまあまのギミックパーティーを作ることも可能になると思います。また EV からニンフィアの進化条件として相棒のハートマーク、ハートポイントを70個つけて進化させるという条件となっておりますが、今回の EV コミュニティデーの進化期間ではそのハートマークが7個で済みます。普段70個必要なところが7個で済みます。ですのでこれを機にニンフィア進化条件非常に楽になっておりますので、しっかり今回のコミュニティデーでニンフィアに進化させておきましょう。またグレンシアも氷タイプのレイドアタッカーとして活躍できますので進化させておくことをお勧めします。氷タイプのレイドアタッカーとしてはマンブーの方が基本的には優秀なのですが、ただこのグレーシアもマンブーに引けを取らない結構な効果力を持っている氷ポケモンとなりますので、ですので作っておくとレイドバトルで活躍することあるかもしれません。グレーシアの今回の特別な技は水の波動となっておりまして、こちらもグレーシア氷タイプで本来苦手としている炎タイプに対して水技で抜群を取れるという役割破壊の技となっておりますので、ですのでこのグレンシアに関しても、まあ主に、まあマスターリーグと、まあハイパーリーグも作っていいとは思うんですけども、まあその各リーグ用に技、特別な技を覚えたグレンシア作っていいと思います。残りの EV の進化先のポケモンに関しては、もし余裕があれば進化させる程度で最悪いいのではないかと個人的には思っております。ですので、今回進化させる優先度としては、まず一番はブラッキー。もうブラッキーは絶対です。もう絶対に進化させてください。で、次にニンフィア。で、次に、まあ、レイド用のアタッカーとしてグレーシア。で、残りの進化先に関しては余裕があればそれぞれ各リーグ用、スーパーリーグ用、ハイパーリーグ用、マスターリーグ用の各リーグ用の個体を進化させるでいいのではないかと個人的には思っております。レイドバトルにおいてこの EV の進化先、いわゆる V's と呼ばれるポケモンたちね、決して弱くはないんですけども、ただ例えばブースター炎タイプだったら上位にレシラムという上位互換がいます。サンダース電気タイプだったらまあ、ゼクロムとかライコー、サンダーといった上位互換がいます。シャワーズ水タイプだったらカイオーガという上位互換がいます。エイフィーエスパータイプだったらミュウツーという上位互換がいます。このようにレイド用のアタッカーとしてはそれぞれのタイプにその V's たちよりも効果力の強いポケモンがいるため、なので特にレイド用のアタッカーに関してはまあ、量産しなくていいと思います。強いて言うならば、まあ、マンムーに結構近いいい感じの火力があるグレーシア程度になるんじゃないのかなと個人的には思っております。しかし、例えばレシラム、カイオーガ、ミュウツー、ゼクロムといった高火力の伝説ポケモンを持っていないという方にとっては、この V's は手軽に作れる即戦力となります。なので今手持ちのポケモンの戦力があまりないという方、最近ポケモン GO を始められたばかりという方はこの EV コミュニティでチャンスです。戦力を補充するチャンスとなりますので、ですのでもうとにかくですよ、片っ端から進化させまくってください。個人的に今回の EV コミュニティでは初中級者ほどガチるべき案件だと考えております。またこの EV 進化先がたくさんあるだけにその進化条件も非常に複雑で分かりにくいものとなっております。まずシャワーズ、サンダース、ブースターに関してはランダム進化となります。何もしていない状態の通常の EV 進化ボタンのところを見るとハテナマークになっていると思います。その状態の EV を進化させるとランダムでシャワーズかサンダースかブースターになります。ランダムです。完全にランダムです。そしてエイフィーとブラッキー、この2匹はまず相棒にします。相棒にした状態で10キロ歩いてください。そして相棒にした状態で進化させることが条件となります。10キロ相棒として一緒に歩いた EV を昼の時間に進化させるとエイフィーに、夜の時間に進化させるとブラッキーになります。10キロ歩いた後に一度相棒を外してしまっても大丈夫です。ただ
進化させる際には必ず相棒にした状態で進化させてください。こちらよく相棒にした状態というのを忘れて、そのまま10キロ歩いた EV 一度相棒から外します。そしてまた相棒に戻さずにそのまま進化させてしまってエイフィーブラッキーにならないという事故結構ありますので、必ず相棒にした状態で進化させるようにしてください。そしてリーフィアとグレイシア、この2匹はルアーでの進化となります。リーフィアがハーブルアー、そしてグレイシアはアイスルアーが焚かれているポケストップのところに行くとそれぞれ進化ができます。今回の EV コミュニティデーではタイムチャレンジのリワードとしてアイスルアーとハーブルアーがついてくると公式が言及しております。ですのでタイムチャレンジ誰でも遊べるものとなっておりますので、ですので無課金勢の方でも今回のコミュニティデーでリーフィアとグレイシアそれぞれに進化させることができます。ですのでそこはご安心いただければと思います。そして最後にリーフィア、こちらは先ほども説明した通り相棒のハートポイント、ハートマークが必要となります。通常70個のところ今回の EV コミュニティデーの期間では7個で済みます。今回は特別仕様としてコミュニティデーの日にち8月14日と8月15日だけでなく、まあ EV ですね、進化条件非常に複雑なので、ですので8月17日の深夜2時までに進化させれば今回のコミュニティデー対象の特別な技を覚えてくれます。ですがそれでも割と期間的には余裕がないと僕は思っております。例えば相棒にして10キロ歩いたり、ね、ハートマークをつけたり結構やることがいっぱいありますので、ですのでもし今手持ちに最適個体の EV がいるというのであれば、コミュニティデーの前のうちに例えばブラッキーに進化させたい EV がいるとしたら、その EV を相棒にして事前に10キロ歩いておくといった事前準備をしておくことを強くお勧めいたします。また進化条件が非常に複雑のため、この EV 果たして本当にブラッキーに進化するのかなといった不安を抱えるといったことあるとは思うんですけども、よくわからなくなったら EV の進化マークを見てください。例えばブラッキーへの進化条件を満たしていた場合は EV の進化ボタンのところにブラッキーのシルエットが表示されます。そのポケモンのシルエットが表示されていればそのポケモンに進化するということです。ですので必ず進化させる前にその進化ボタンのところのシルエット、表示されているポケモンのシルエットをしっかり確認した上で、間違ったポケモンに進化させないように注意してしっかりと進化させていきましょう。ちなみにこの EV 名前進化という裏技もあります。その EV に特定のニックネームをつけて進化させることで必ずそのポケモンに進化するという裏技です。例えばサンダースに進化させたい場合は名前をライゾーにすればランダム進化ではなく一発で確定でサンダースになります。ただこの裏技一度しか使えませんので注意です。この名前進化も含めた各 V 図のポケモンの進化方法に関しては一番最後に改めてまとめて記載しておきますので、そちらご確認いただければと思います。そんな感じで結構なガチ案件になると個人的には思っている EV のコミュニティデーでございます。ただ今回2日間あります。今夏です。めちゃめちゃ暑いです。熱中症のリスクがあります。2日間時間はたっぷりありますので、ですので休み休みプレイして熱中症にならないように気をつけていきましょう。そして今コロナウイルス非常に感染爆発しております。なるべく密、人が多いところは避けて余裕のある場所でプレイするのがいいと思います。2日間時間的にも非常に余裕はありますので、ですのでいろいろ余裕を持って行動することが熱中症対策にもコロナ対策にでもどちらにも有効なのではないかと個人的には思います。皆様の EV のコミュニティデーが素敵な日になることを祈って祈願してこの動画終了したいと思います。少しでも参考になったのであれば幸いです。ご視聴ありがとうございました。それではまたよろしくお願いいたします。アディオス。